ね、今は紅葉がすごく素敵な時期で、これから雪も深くなっていくんですけど、私奥入瀬渓流で、石をたくさん見てきて、石によって流れが変わっていったっていう。でそのガイドさんが、あのこの石まだ動き続けてるんですっていう話を聞いてびっくりしたんですけど、10年単位で景色が変わってると。でそれすごく面白いなって思っていて、私もちょっとそんな感じで、まだこの 作品たちは変化し続けてると思うので、あの私もたくさん来たいと思ってるし、一回だけでなく何回も来てくると、あれここちょっと景色変わってるなみたいな、表情変わってるなみたいなこともあったらいいなって思うので、まあそれはもちろん作品が変わってるだけでなく見方によっても変わってくると思うので、なんかそういった感じで何度かこう足を運んでいただけると嬉しいなって思います。